おはようございます。今日は3月17日ですね。ドル円の相場解説をやっていこうかと思います。まあちょっとレンジに入ってるんで、ブレイクを待つだけなんですけどね。まあ画面を切り替えていきますね。いや今日はどうなるでしょうね。まずはデイリーからですけども、まあデイリーね、まあざっくりとこういう動きがこういう動きになっていったよってことなんですけども、こちらの方でちょっと今レンジに入ったかなっていうふうに見てるんですよね。こうですね。だからこれをねブレイクしてからの勝負になります。4時間を見てみましょう。これ4時間を見てみますと、そうですね、まあこんな感じになってるんじゃないですかね。もし言ったらここ、だから上に抜けるんじゃないかなと思うんですけども、今のところちょっと横ばいなんで、109円にもまだね、もうわずかで乗ってないって感じですね。まあ109円を超えてから本格的に上昇に乗るんではないかなっていうふうに見ています。まあこの画面全体見ても上昇トレンドは上昇トレンドですからね。で1時間なんですけども、1時間になってくるとこのレンジの幅が顕著なんですよ。こちらの方に下のゾーンがあって、まあ、こちらの方ですかね、上のゾーンがあるみたいな感じですね、もちろんこの間で取れていけないことはないんですけども、ちょっと私のスタイルではこのねレンジでどんどん攻めるって形じゃなくて、まあ、やるなら下についたらバイで、上についたらセルでってことなんですけども、まあやっぱりブレイク狙いでしょうね、ここはね。あのレンジの中を上下で往復ピンタっていうのは結構ねレベルの高い話になってくるんで、ブレイクした方向についていくっていうところのがいいと思います。特にこれは私はねいろいろ考えましたけど、上の方に抜けるんではないかなっていうふうに、まあ、山を張るところが多いですね。上昇トレンドですから。で全体的に見ると、この1時間だけ見るとね、こちらのフェーズからこちらのフェーズにちょっとね1段階上がったんですよ。次はだからこちらの方向に1段階上がることを期待したいかなってことですね。ということで今日はちょっと短い相場解説だったんですけども、まあレンジの時っていうのはね、あまり長い解説にならないんですよね。レンジは全体の相場の中で7割ぐらいがレンジ相場だと思いますんで、私の相場解説もね、随分攻めっ気が多いというか、結構エントリーする時が今年は多かったんじゃないかなと思いますけども、ここに来て、まあレンジで1週間とかね、10日ぐらい引っ張るかもしれないです。まあ今日はまだ3日目なんですけども、とりあえずブレイク狙いで、見るだけっていうことになると思います。まあ見るのも相場っていう言葉をこういう時は思い出したいですね。それでは。